んんこんばんは。こんばんは。牛島陰い肉に,にっこり人生相談。えー、個人会はですね、28回目です。はい、で、まあ、今回、ちょっと、すいません、30分遅れました。あの、微妙に体調悪くて、うん、あの、普通に遅刻してしまいました。今回はあんま怠惰な理由じゃないんで、許してください。すいません。<laughs> で、えっと、今回はね、あのうん、ゲストを呼びませんでした。 うん、ちょっとギリギリすぎて呼べなかった感じなんですいません私は精一杯ね答えるんでおー楽しみだはいでアシスタントの孫さんですイラストレーターの孫ですまますすよろししくお願いしますえっと孫さんは、ま、イラストレーターで、うん、あのアニメのねキャラクター原案やったり<お>漫画描いたり出してくれてるそうそうあれあとねうちのブランドのニーハイ T シャツデザインとか色々とやってくれてるはい。 今日も早速ね、うん、行こうと思うんですけどうん、うん、この黒いマスク逆にダサくないですかは、うん、これ、いつアンケートもらったかちょっと聞きたいですねあ、そうだねそうこれ、いつアンケート当初もらったのか後で教えてもらっていいですかこれはですね1週間ちょっと前超最近じゃんこいつ,こいつ久しぶりになるまで見れたやったありがとう よしよしよし、じゃあ行きますか。行くかうん、じゃあ一個目。あドラえもんが落ちた。黒いマスクって逆にダサくないですか。ジマーさん、三十二歳男性、自営業の方。コロナが流行ってから、みんなマスクをして、外を出歩くようになっています。マスクをつけることでの感染予防効果は、はっきり言って大したことないし。ほとんどの人は、私は周りに気を使っていますよというアピールのためにつけているのだと思います。 要はマスクとは社会性の証。そういうわけで社会性のない自分はマスクなんて全然しないんですけど。そんな中、街中でよく見かける若者がしている黒いマスクがとても気になります。なんかちょっと悪そうな感じのカッコつけた黒いマスクがあるじゃないですか。奴らはいろんな人が外に出るなと言っている中で構わず街に出て遊ぶなどという社会性のないことをしておきながらマスクをつけるというところだけは社会性を見せている。 甘つさえ黒いマスクなんかつけちゃってちょっぴり危険でクールな自分を演出してやがります。この中途半端さがとても気になります。本当に悪ぶりたいのならそもそも外に出るときはマスクをつけましょうというルールから破ればいいじゃないですか。このご時世に街中で黒いマスクをつけてカッコつけてるやつというのは お母さん、産んでくれてありがとうなどと書かれた特攻服を着ている田舎のヤンキー並みに滑稽だと思うのですが、牛島さんは、昨今のマスク事情についてどのようにお考えですかという相談です。そうこれね、うん、そういつ投稿されたねあの相談文なのか気になってたんですよ、うんうん、我々。で、聞いたら1週間前だって言うから、1>, うん、1週間前 でこの感覚かって感じはありますね。<laughs> うん、正直ね、うん、あるよねなんか。ある <laughs>。いや、さすがに慣れただろう。うん、まだ慣れてない。嘘、うん、でしょ。もうどんなマスクでもあ、ま、マスクしてる日ねって思うだけだよ。そう。確かにそのねあのー、マスクの扱いについてはいろいろと思うところはある。うん、でもあるけど、私が多分根本的にダメなのは。 不潔だだとと思うことが一番嫌だからうん、うん、そのマスク使い捨てのマスクを洗って使ってるとかいう情報を聞いたりするとすげー嫌かな、うん、どっちかというと黒いマスクが清潔じゃない黒いマスクを使い回ししている率が高いとかいう話だったら分かったけどでももう今ね黒いマスクに対してねああだこうだ思ったりはもうしないかなもう、うん もうねだってねみんなマスクし,しないとさすがにまずいかなと思ってしてるっぽいからもうどんなマスクでも良さそうだよね、うんうん。マスクかっこいいぜと黒,黒だぜっていう思いでつけてる人よっぽどなんか「なんかバレンシアガって書いてあるとかだったら「あっ <laughs> こいつ」と思うけど黒ぐらいじゃねえ。黒ぐらいいいじゃねね思、うん、思わないよ、ね、思わなななよけどこの人はなんか どうしちゃったんだ。いやこの人ももう三十二でさ、こじれてんだもね。こじれてんのか。もうこれがね、うん、これがね三ヶ月ぐらい前だったらわ、うん、かんなくもなかったからね。ねうん。私もなんだ男のくせにお構みたいなメガネ仕上がってって、丸メガネには結構思ってたね。<laughs> ああそうなんだ。うん、<う>丸メガネ。<laughs> 星の弦みたいなやつ。ああ<ー>。なんかでもまあ実際ね。 星野源がなんかひ弱かどうかも分かんないしさなんか最近はムキムキマッチョの韓国人の顔だけやさ男の体が超絶マッチョみたいな人がああいうおカマみたいな眼鏡かけてるといやーただのねなよなよした男とはちょっとレベルが違,違うからさまあそういうのをね見て慣れていくのがいいんじゃないですか。何が嫌かっていうのをね 考えていき、うん、嫌な要素がないものを好んで見ていくといいと思いますよ。うん、これでこれ,これコメントしようがねえわ。<laughs> じゃあ次マスク事情について、ま <laughs> そもそも考えないよね。マスクとはみたいな。じゃあ次。貯金がなくて将来が心配です。かなさん、28歳。女性。営業職の方。稼げるようにはなったけど貯金がないです。 普通預金80万、個人年金25万、合わせて100万ちょっとしかないです。大学で380万奨学金を借りて、途中途中で繰り上げ返済をしたり進めていく中で、ようやく今月で残りの返済が180万円になりました。社会人4年目までは年収280万ぐらいでしたが、6年目の現在、状況とともに転職して、1.5倍の年収450万に変わりました。 ここから貯金を月10万のペースで貯めていこうと思っているのですが、周りと比べるとあまりに貯金が少なくて愕然としてます。友達では貯金500万近くある子もいます。こんな貯金がなかったら将来結婚する相手も引きますでしょうか仕事は好きなのでこれからも働きたい続ける、働きたい続けるつもりではありますが不安になってしまいます。という貯金について相談です。 そう貯金ね、うん、実は私もないんだよ。お<う>、そうないんだよ。三この間は口座に三万ぐらいしかなかった。<laughs> すごいね。うん、そう大丈夫じゃない？この人かなりしっかりしてるんじゃない？この人相当しっかりしてるよ。うん。 三万の人に何を言われてもって感じだから <laughs> あれなんだけど、うん。結婚相手引きますかね。引かないんじゃないの？二十八でしょ。借金ないだけで、うん全然ありでしょう。ああ、借金あったら引くね。借金、しかも内容によるよね。うん。借金がなんかギャンブルとかさ、うん。なんか遊ぶ金みたいなのだったりするとちょっとがっかりするだろうね。うん いやどんな理由でも借金あるとはこの人だらしないなって思っちゃうよ,ななゃうよええー、借金でも奨学金でも大体ああそっかそういうのだったらまあいいないいっていうかしょうがないねそう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 ,そうか借金にもいい内容っていうかそういうのもあんだ事情があるからさ借金にはうん、うん、もうそうだねあのこんなね貯金をする気があって、うん、で あの働くのも好き今後も続けたいと思ってるのであれば、うん、あの貯金何のためにしてんだそういえば結婚じゃない大丈夫だよ結婚相手は聞いてこないよ絶対に。というか今まで付き合った相手にいくら貯金あんのか聞いたことないし、うん、興味ないよ関係ないね、うん、はっきり言ってね。 借金があるかどうかは聞いたことあるけど。うん。大丈夫。関係ない。うん、特に女の人だったら、うん、あなたの貯金なんか、向こうは絶対当てにしてないと思う。うん。当てにするような人だったら、ちょっと、付き合い考え直した方がいいかもっていう、逆にね、そういう感じですかね。うん、あ、氷川さんがめちゃめちゃ広告してくれてんじゃん。本当だ。氷川さんありがとうございます パンティアも入ってくれたんだよんあ、そうなのついに、いにニコ生以外で、動きが、ニコ, <laughs> ニコ生民だったん <laughs> <laughs> よし、じゃあそんな感じこれなんか、うん。引かない。引かないし、いうん、今後も、貯金は続けた方がいいよ。うん。あの、そうだよね。不安だよね。うん。この人にとっては、 貯金って結構価値があるものなんだろうね,だ,ねだからこんなに気になっちゃうんだね。本当だね、うん、私はカードが支払えないぐらいものを買ったりしなければ本当人間なんでもいいと思うんですけどね。<laughs> うん、そこをねぐっとこらえられる感じ。うん、何にもなんか不安ない感じがするよ。ちゃんと返済してるし、ね、仕事好きでちゃんと働いてるししかも年収増えてるし。 ね、すごいじゃん明るい未来しかないように見えるだからかなさん大丈夫、うん、あのなんかあんま参考にならなかったかもしれないですけど、うん、<laughs> 気にすることないと思います、うん、はいじゃあ次はーい次ー良い禁煙法を知っていたら教えてください親父さん37歳男性独身の方タバコを吸っているやつはコロナで死にやすいという噂や その禁煙条例を受けて喫煙者としては今までにも増して肩身が狭い思いをしておりますそこで前々から何度か試してはいたものの長続きしなかった禁煙を本格的に始めようと思ったのですが生来意思が弱く今までの失敗の経験も合わさってうまくいく気がしません牛島さんはあまりタバコを吸っている印象がないのでそんなことを聞かれても困るかと思いますが もし画期的な禁煙方法などをご存知でしたら教えていただけると幸いですちなみに今までニコチンガムや電子タバコを試しましたがどれも効果は一時的で気が付いたら吸い慣れたいつものラークを吸っていましたという禁煙法私ねタバコ吸わないんですよ、うんうん、だから。 禁煙方法はわからないんですけど、うん、私が喫煙者に対して感じている印象についてお伝えしますね、うん、口が臭い、うん、いるだけで臭い、うん、吸って帰ってくると臭い、うん、そいつの持ち物はなんかビニール針っぽいものは少しニチャニチャしてるこういうイメージですね <laughs> とにかく臭くない喫煙者 あんま見たことなくて確かにでまず寿司屋とかでいきなりタバコ吸い出したりするやつ軽蔑してますね、えー、死んでほ死んだ方がいいって,って寿司屋でいきなりえむかつくよねそんなことってあるえ同じ席にいる人別の席別の席にいる別な席やだね注意しづらい注意しづらいでしょ本当、うんうん、寿司屋はさやめてほしいよ、うん、とかね、うんまあ、そういう風うに 持ってるよコメントで禁煙外来行こうだってこれはの、ね、ニコチンガムとかじゃないのうん禁煙外来禁煙外来ってどういうなんかね、うん、あのタバコを吸う美味しくなくなる薬みたいなのもらったりとかするやつみたいなうんだけどどうかなうーん私はとりあえず 嫌いだからさ、うん、なんか。ちょっときつい者とは。普通に付き合えないかもしれない。友人としても。厳しい。藤島さんに嫌われてしまうと。ね、そんなのは、俺はどうだっていいって思うだろうけど。うん、こういうふうに思ってる人、結構いるよ。男女問わず。うんうん、マジで。だからね。あなたの意思とか、意思じゃないとかじゃなくて、うん、こうやって。 のごとく嫌ってる人間がいるよっていうことを知っといてもらえればまあなんかやめようかなって気にもなるかもしれんし <laughs>、うん、いいややめないってなるかもしれないしど,どっちでもいいんじゃないですかね。コメントで前回のスパッ使い最高でしたって <laughs> ありがとうございます。よかったね前回。前回よかったね。る、うん、るに変えるのおすすめ着せるど何パイプみたいなやつ えー、なんで面倒くさいからかな手入れとかがそれ面倒ああかもしんないね、うん、どういうことなんだろうキセルだと何か違うのかねキセルでこれぐらいのちっちゃい塊を吸ってそしたらもう普通のた紙巻きで吸うよりも実は何倍も効果があるとか何かあるのかそういうのは、ね、ちょっとそこら辺がね、うん、少し引いたいなと、うん、ちょっと超早く終わっちゃいそうだけどね,ね なんか次の相談も結構<え>薄いっていうか <laughs> 今日薄いのが多いんだよね <laughs> 面白いけど <laughs> じゃあ次彼氏との復縁をかけたポケモン勝負をどう受け取ればいいですか由香さん23歳女性<ん>フリーターの方彼氏がいるのですが私が去年にいろいろ問題をやらかして関係が曖昧になっていますそれから半年が過ぎ この先どうしようかを話したとき、俺とポケモン勝負をして勝てたら関係を修復してやってもいいと言われました。意味がわかりません。そもそも対価として成立しない気がします。普通、私が反省して成長したらとか、学習能力が養えたら付き合いをやり直そうとかじゃないんでしょうか。ポケモンやゲーム、アニメ好き同士で話が合い、付き合い始めたのですが、さすがに何を言っているのかわかりません。 これって負けたら振られるということなんでしょうか。その場ではポケモン勝負をすることにして別れたんですが、本当にそんなことで決めていいと思っているのでしょうか。とりあえず最近は時間ばかりあるので、家で卵厳選を繰り返して勝負に備えているのですが、本当にこのままでいいと思いますか。という。この人文章センサーあるよね。わ <laughs> <laughs> かりやすいし、面白いし。うん ゆかさん。卵厳選面白いね。備え<で> <laughs> てんの書いてコメントで突っ込まれてる。いいね、やっぱ備えるよね。これこれさ、まあどういうことか私もわかんないけど、<laughs> でもこれはもう死に物狂いで戦うしかないんじゃない？そうか。そうはそうでしょう。うん、で、こう人は戻りたいなね。うんそう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 。うん 反省して成長したらやっぱ反省して成長するなんてねそんなの確実性ないしさ、うん、ちょっと曖昧だねどこで判断するかが学習能力が養えたらっていうのも曖昧じゃない、うんうん、何を持っての学習能力かでかポケモン勝負はさ、うん、そのポケモンのカードで知り合ったぐらいだからまあ多分相手も実力者なんだろうけど、うん、実力者が とりあえず我々の共通する趣味のこの勝負でとりあえずはっきり考えを決めようと言ったってことは、うん、私が思うにねそのあなたが全力できちんとデッキを組むみたいな感じでちゃんとね準備をしてそれで勝った時にマジで関係は修復できると思います。うん、これ正義だからね うん、ポケモン勝負で相手に打ち勝つってことは誠意だからさ、うん、だからちゃんと真面目に取り組んでるってことだもんねそうそうそう,そうでこのやっぱねこの反省して成長するとか学習能力は養えるとかは曖昧すぎるから、うん、でもこのやつは具体的な誠実に取り組む必要があるねしかも白黒はっきりつくしね勝つか負けるかそうそうそう,そう,そうでこのままでいいと思います なるほど。はい。終わっちゃったよ。男の人も戻りたいんじゃないのかなとか、それだけ自分に気があるのか見てるのかなっていうコメントが。<laughs> そう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 。どれだけ真剣かを見てるんだと思うよ。うん。まああとね。うん。なんだかんだ言ってこんなふざけたね勝負を持ちかけてきて。 っていうことは別に、あの、あなたのこ事悪く思ってないんじゃないですかね。うん。こんな陽気なこと言わないでしょう。そうだよ。仲いいじゃん。ね。うん。許されると思ってこんなふざけたこと言ってるんでしょ絶対そうだよまったく。うん。まあ、のろけ。本当だよ。イチャイチャしやがって面白い。嘘でも面白いし、本当でも面白いよね。じゃあ、これ、次。はい。これも観念的だな。うん。 ま,まだ続続けけてて読読んんででいいいい、うん、どういう人間が愛されるのでしょうか28歳女性の方頭がいい人って周りから認められるし愛情をたくさんもらえるイメージがあります人間性に問題がなければ私は人に愛されたことがありませんどういう人間が愛されるのでしょうか教えてくださいというこれなんかさ相談はい。 そんな感じの人なんだろうね、でも、この人んこんな情報なく、産業で聞いてきて…そうだなぁ…な,なんどうしちゃったんだ…この人は、なんか追い詰められてそうだね,ねもう、どうすればいいかわからない、助けてくれって感じなのかないや、でもね、これね、どうい…い頭がいい人って、周りから認められしまって そうなんだけど、うん、匂い匂いとビジュアルに気をつけたらいいんじゃないか<ー>28歳女性って言ってるから、うん、そんな凄まじいことにはなってないと思うが、うん、まず髪の毛と肌の皮膚感と眉毛が変じゃないことと服が 粗末で汚くあの毛玉がつきまくってたりとかねそういう根本的なところあと匂いこれを全部改善してかなりのグレードにしてうんそうだな笑顔が大事ってコメントが。 まあ、よく牛島さんが言われてる清潔感ですかねそうだね清潔感、うん、はっきり言ってなんか清潔感ないんじゃないかなそうかと思っちゃいますね、うん、頭がいいから愛されるってあんまイメージ私はないけどないや本当だよ、ね、この人一番最初に書いてるってことはこれがかなり重要って思ってるんだよね本当だねうん でも頭がいい人じゃなくて、うん、返事が良くて愛嬌がいい人だよ、うん、女でモテるの愛嬌がいい、うん、だった思うよ男も愛嬌だよ男も愛嬌うん。だってなんかあの飲食店の店員さんとかにうん、うん、なんかごちそうさまって言ったりとかうん、うん、ありがとうってすぐ言ったりしてる 人いたら男の方が印象さらにいいもんね、うん、そうだねうそだ女の人は結構言う印象あるけど、うん、男は言わないで帰ったりするからさ、うん、それかっこ悪いみたいな感じで、ね、そう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  <laughs> どっちでもいいじゃん言う言わないから言ってなんかよく思われた方がいいじゃんって思うけどそうなんだよこれねまあ、うん、んかちょっと今根本的な清潔感のところ言っちゃいましたけどうん まず清潔感がなくて見た目が悪いと話の内容がよっぽど面白くないとね聞きたくないんですよ。だから、清潔感ですね。それと、をよくして、笑顔。すぐちゃんと何か話を聞いたら「なるほどなるほど」っていう感じで話を聞きつつちゃんとコメントをするみたいなこの基本的なところですね。 うんうん。も頑張りましょう。うん。う頑張ってください。こ最後のやつ超キモいんだけど。<laughs> うん、読んでいい？うん。うん。じゃあ最後。かわい <laughs> <laughs> い男の子ってどうやったらなれますか？こうさん、19歳男性、専門学生の方これ怖くないですか？かわいい男の子ってどうやったらなれますか？好きな人に遠回しに思いを伝えたら。 ま〇〇くんが可愛かったら付き合いたいかもとか言われましたその人は以前にも可愛い女男の子いないかなとか言ってて可愛い子がタイプなのかなと思ってます可愛い男というのが何かもわからないんですけどどうやったらなれますかっていう相談です可愛い男の子、ね、顔が悪いんだよ、うん、絶対 <laughs> 絶対そう可愛かったら付き合いたいかもってことは顔が好みじゃなかったんだよそうかそう。 で、かわいい男の子っていうのは、うん、ちょ、どういうのがね、わかんないけど。うん、あなたはなよなよ、この、このさ、こうさんはすごいなよなよしてるからさ。な、うんだろう。可愛い男の子のこと勘違いしてんじゃないの。うん、可愛い男の子、可愛い見た目をしてる男の子のことだって、なよなよしてる。釜野郎のことじゃねえから。<laughs> コメントでそいつショタコンでは。は可愛いって動画ってこと？じゃあジャニーズみたいな感じやなああ、ジャニーズみたいな。うん、可愛い,いじゃん。うん、ジャニーズでも女の人が言う可愛いってさ。そういう小動物とか以外にもなんかあるじゃん。ちょっとムキムキの人がなんだろう。ちょっとキュンとすることしたら可愛いってなるとかなるほど、ね、見た目だけじゃなく。 いや、でも顔に決まってるよ、これなんかね、すげえムカついちゃったもんね <laughs>、うん、<laughs> いや、こだって可愛いってこの人だってなんか文章可愛い子ぶり子してませんかこの、うん、どうやったらなれますかとか知らねえよって,ってもう、もう, <laughs> も,う <laughs> もうほぼ可愛いんすけどみたいなそ,う,いそう,う言いたいのかないや、そんなことないよ、もう可愛いの伝わってきますよみたいに言われたいのか <laughs> 顔,で顔でしょ、う顔でしょう顔 じゃがいも見てな顔してみたらえっと、うまく言えないけどこれは知らないです知らないです、もうダメだ答えてないよ可愛い男の子可愛い男の子ってな目指してなるもんかね、そもそもでも、私的に今パッと考えた可愛い男の子、何かちょっと考えましたあの肌が綺麗で 眉毛変じゃなくて髪型変じゃない<ー>で挨拶してくれるこれかなかわいいこれだけでかわいいあこんなまともな感じの子が挨拶をしてくれるなんてかわいいなって思うから確かに <coughs> そういうことじゃないかわいいってなるほどもうぶりっこするのはそうここやめましょう <laughs> 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 はい この人はね多分私の想像ではね、うん、鎖骨鎖骨のね、うん、ゆるっとした T シャツ着て鎖骨をね <laughs> こうやって口元を映らないようにカシャとっと <laughs> 自撮りしてるんだ <laughs> 美男美女とつながりたい何<ー>か見つととかめっちゃ加工してるでも青ひげが残ってるみたいなそ,<う> <laughs> そんな人なのかな 簡単ですけど。<手> <laughs> じゃあありがとうございます。ねうん、<laughs> えっと、うん、新しいこれから有、ね、料コーナーに移ろうと思うんですよ。お、長くなっちゃったよ。相談、ね、が相談がねなくて、<laughs> それいつも言われてることでは。私に言ってるのはどういうことだ。何に対してもそれに。 お、いつだけある？をいつをののばす？いつを広げるします。で、えっとね、今から今ね相談ねあとね二個まで、ああ眉毛、なんとねすぐ即答できるんですよ。お<う>、はい。なんでぜひですね入会して今引き続き話を聞いてもらえると助かります。うん、お願いします。よろしくお願いします。 はい。はい